そういえば、あの墓石の中に、サルカト以外にもう一つ、アタッシュケースが入っていたな。鍵がかかっていたらしいが、何か進展があったかもしれない。一度、幻影城に行ってみるか。お、ブローニングか。ちょうどよかった。ようやくわかったぞ。ウォーケンか。どうしたんだ？過去の事件だよ。タバコを使った事件を調べていただろ？そしたらな、あったんだよ。過去に薬師の女が夫に多額の保険をかけて心不全に見せかけたものがな。そしてその時の担当弁護士が、レッドグレイブということか。ああ、そうだ。事件記録っていうのは犯罪の教科書だというやつもいるくらい詳細に書かれているからな。それを読むことができたレッドグレイブなら、今回の事件を計画することは可能だったはずだ。すべてはレッドグレイブが鍵を握っているということか。行こう、やつの事務所に。やあ、事件の調査で寄らせてもらったが、レッドグレイブはいるか？何ですか、急に。先生は外出中です。それなら、レッドグレイブが弁護した事件のファイルが見たいんだが、捜査は正規の手続きに則ったものでしょうか。書類待ってたら、偽装か破棄されるかもしれないだろう。ないということですね。それでしたら、お引き取りください。それ以上騒ぐようでしたら、こちらも対応を変えさせてもらいますよ。ブローニング、ここは一度引き上げよう。相手が悪そうだ。そうだな。どうするんだ、これから。ちょっと行きたい場所があるんだが、先に幻影城に帰って調べてもらいたいことがあるんだ。なんだ？サルカトと一緒に見つかったアタッシュケースだ。何か分かったことはないかってな。分かった。調べてみよう。まだ帰ってきてないか。俺を見つけた時の話を聞きたかったが、仕方ないか。ウォーケン、どうだった？アタッシュケースについてはまだ連絡が来ていないが、先ほど電話があってな。子供が見つかったらしい。子供っていうのはヘレンのか？そうみたいだ。信用できる情報なのか？ケーラ隊からだ。まだ何とも言えんな。そうだな。マルセウスはいるか？はい、ここに。なあ、マルセウス。今回の一連の犯人だが、レッドグレイブで間違いない。一体何を根拠に？しかしだ、レッドグレイブについて知っていることを教えてほしい。もしどこかで矛盾が出れば、犯人でないことになる。それが一番の潔白証明になるということですね。その通りだ。レッドグレイブ様は男性で、年齢はブローニング様とそれほど変わらないように思います。後継者の印、それはどうなんだ？わかりません。もしかしたら知っているかもしれませんが、それ以上のことは。ああ、ですが一つだけ覚えていることがあります。あのアタッシュケースですが、あれはブローニング様が初めてここに来たとき、手に持っていたものでございました。俺が持っていた？